マサトです、えー、聖書一日一章の時間となりました今日はこの聖書の新約聖書のコリント・ビトの手紙の第1の14章となります、えー、では早速コリント・ビトの手紙の第1の14章を見ていきます <laughs> はい、えー、コリント・ビトの手紙の第1の14章愛を追い求めなさいまた たまもの特に予言することを熱心に求めなさい。威厳を話す人は人に話すのではなく神に話す,の話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を語話すからです。えー、と,ころところが予言する者は徳を高め、勧めをなし慰めを与えるために人に向かって話します。威厳を話す者は自分の徳を高めますか 予言すする者は教会の徳を高めます私はあなた方がみんな威厳を話すことを望んでいますがそれよりもあなた方が予言することを望みますもし意見を話す者がその解き明かしをし教会の得を高めるのでないなら威厳を語るよりも予言する者の方が勝っていますですから兄弟たち私が あなた方のところへ行って言を話すとしても目視や知識や予言や教えなどによって話さないなら話さないならあなた方に何の益となるでしょう笛や琴などなど命のない楽器でもはっきりした音を出さなければ何を吹いているのか何を弾いているのかどうして分かりましょう またラッパーがもし,はっ,し,しがはっきりしない音を出したら誰が先頭の準備をするでしょう。それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ言っていることがどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。 世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが意味のない言葉など一つもありませんそれでもし私がその言葉の意味を知らない,知らな,いなら私はそれを話す人にとっては異国人でありそれを話す人も私にとっては異国人ですあなた方の場合も同様ですあなた方は御たのたまもの熱心に求めているのですから 教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるように一心に求めなさい。こういうわけですから、異言を語る者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばないのです。では、どうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。 例において賛美し、また知性においても賛美しましょう。そうでないと、あなたが例において祝福しても、意言を知らない人々の座席についている人は、あなたの言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。あなたの感謝は結構ですか他の人の得を高めることはできません。私はあなた方の誰よりも多くの意言を話す ことを神に感謝していますが、教会では、威言で1万語を話すよりは、他の人を教えるために、私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。兄弟たち、ものの考え方において子どもであってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし、考え方においては大人になりなさい。立法にこう書いてあります。 私は異なった舌により異国の人の唇によってこのために語るが彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われるそれで異言は信者のための印ではなく不信者のための印ですけれども予言は不信者ではなく信者のための印ですですですからもし教会全体が一か所に集まって皆が異言を話すとしたら 初心の者のとか信者でない者とか入ってきた時彼らはあなた方を気が狂っていると言わないでしょうかしかしもし皆が予言をするなら信者でない者や初心の者のが入ってきた時その人は皆の者のによって罪を示されます皆に裁かれ心の秘密が現れにされますそうして神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう 兄弟たちでではどうう。すればよい,よいのでしょうあなた方が集まるときには、数れ,れの人が賛美したり、教えたり、目視を話したり、意見を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。もし威厳を話すなら、二人か多くても三人で順番で話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かす者が誰もいなければ、 教会では黙っていなさい自分だけで神に向かって話しなさい予言する者も2人か3人かが話し他の者はそれを吟味しなさいもしも座席についている別の人に目視が与えられたら先の人は黙りなさいあなた方は皆が変わるがわる予言できるのであってすべての人が学ぶことができすべての人が勧めを受けることができるのです 預言者たちの礼は預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。生徒たちのすべての教会で行われているように教会では妻たちは黙っていなさい。彼は語ることを許されていません。立法,法も言うように服従しなさい。もし何か学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい。 教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことです。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうかあるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか自分を郵言者、あるいは御霊の人と思う人は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないなら,認め認めないならその人は認められません。 それゆえ、私のき私の兄弟たち予言をすることを熱心に求めなさい意言を話すことも禁じてはいけませんただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい <laughs>、えー、はい感謝いたします、えー、コリントピアの手紙の第1の14章でした、えー、この聖書の言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書あなたのもとにまさとの聖書一日一緒でした えー、このマサートの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタンとよろしくお願いいたします、えー。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。次回の、えー、聖書一日一章、えー、コニットピタの手紙で、えー、お会いいたしましょう。マサートでした。シ